はい、どうも板です。今回取り付けるパーツはこちらレイルさんのフロントフレームトップバーっていうやつですね、をちょっと取り付けたいと思います。で、まずちょっとバンパーを取らないといけないんで、バンパーから取ります。はい、一応今バンパーを取りました。ちょっと今回はバンパーの脱着は省かしてもらいますね。で、こちらこの部分を一応取り替えるっていうパーツなんで、まずちょっとこいつを取っていこうと思いますんで、はい、よいしょ。じゃあまずこちらのバンパービームを外していくんで、両サイドボルト4つ、よいしょ、ボルト4つで止まってますね。よいしょ。よし、じゃあ今ちょっとボルト取ったんで、バンパービームをちょっと外しましょう。よいしょ。よし。結構重いですね。よし。じゃあそしたら、こちら、バンパービームを取ったんで、レイルさんのフロントフレームトップバーのブラケットをまずつけていきます。で、これは純正のボルトを使って止めるんで、はい、止めていきます。あとこれネットで見たんですけど、純正バンパービームの重量が8キロぐらいなんですね。で、このレイルさんのフロントトップバーって3キロなんですよ。なんと5キロも差があって、なおかつ剛性が上がって軽量化されて、あと同封板、ここらシュラウドがつくんで、ラジエーターの冷やす効率がかなり上がるんで、もうこれをつけないわけがないというか、つけない理由がないですよね。で、値段も平野タイヤさんでいつも買うんですけど、結構3万しないんですよ、確か。そうだったかな。結構安いんで、かなりおすすめです。このフロントのノーズ先、鼻先、まあフロントのオーバーハング先ですよね、の重量がこんだけ軽くなるっていうことは、まあ、運動性能もかなり上がるんじゃないかと勝手にすごい期待を抱いてますなので、まあ、冷却もそうですけど、まあ、運動性能がちょっとかなり気になりますね。こんだけ、まあ、5キロって言ったら結構でかいんで、ノーズ先のは、ちょっと楽しみです。
ちょっと反対もじゃあつけちゃいます。はい、じゃあこちらの同封版を次はつけていくんですけれども、僕の車には、まあ、皆さんのにはついてないと思うんですけど、このブレーキのダクトホースがフロントのあのドアダクトのところから取ってますんで、同封板をちょっとここカットしてあげて、ちょっとこういう風にね、同封板の通る道を作ってあげたんで、ちょっとこんな感じで取り付けをしたいと思います。で、取り付けはこちらのナット付きのステ裏にこういう風にね付いてるんで、これを裏にやってあげて、はい、でこっちの表から同封板と一緒に止めてあげます。入ったかな。よし、でもう一箇所あるんで、もう一箇所も止めましょう。はい、であとは閉めましょうね。同封板の取り付けはこんな感じですね。はい、はい、それじゃあちょっと同封板も左右付け終わったっていうことで、次は肝心のねバーをね付けていきます。よいしょ。こちらはボルトとナットになってますね。あと反対もやります。はい、で一応同封板止めてるんですけど、ちょっとプラプラなんで、こちらにステーがあるんですけど、
手と一緒に止める感じに、ステーをボルトでねちょっと止めていきたいと思います。こんな感じで、あ、すごいね、バッチリ止まる。よし、こちらは10ミリですね。はい、よし、止まった、うん。じゃあ反対もこんな感じでつけます。はい、あとこのステーとボルトがあって、ここになんかつけるみたいですね。なんか硬いぞ。よいしょ、はい、オッケー。でパーツは全部ついたんで、あとはまあ配線の取り回しですよね。はい、はい、まずこのヘッドランプウォッシャー、ここをちょっと通していきます。そのために穴が、あ、きつい、きついわこの穴。あ、よっこいしょ、よいしょ、しょいしょ、しょ、うん、よし。あ、で多分ここにこうやってね、こういうことです。ここに止めるんです。よし、でここ通ったら、あとは元に戻すだけ。ここにカチャーン、お、よし、これで OK ですね。であとはちょっとあの保温類の配線がものすごい雑なんで、綺麗にしていきます。はい、じゃーん、一応じゃこんな感じでフロントフレームトップバー一応つきましたね。はい、まあこちらのまずブラケットをつけて、でこちらの同封板ですねをつけて、で僕の場合はここにちょっとブレーキダクトホースがあるんで、同封板をこちらカットしてあります。でそしたらこのトップバーをつけていく形になります。で本の配線なんかもタイラップでこうまとめてあります。はい、でこちらもフロントウォッシャーですね、ヘッドライトのもうこういうここに穴が開いてて、はい、通りますと。で、牽引フックの穴もちゃんとついてると、純正と同じところタイプですね。はい、であとはまあ剛性と軽量ですよね、こちらは。あとはこちらの同封板がつくことによってラジエーターに風が入りやすいという商品になってます。で、あとはバンパーを戻していくだけになります。はい、はい、じゃあ今終わりましたね。バンパーも付け終わりました。一応まあこう見えないんですけど、同封板はちょっとここにちらっと見えますよね。はい、ちらっと。でまあ横に逃げないように十
ていうことで、まあ冷却性、まあコアに当たるのをね増やしてくれるというか、逃げないようにっていうことです。あとグリルの中からはちょっとちらっとバーの方は見えますね。はい、じゃあ一応取り付けはこれで以上になりますんで、はい。